はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイアープロレスリングワールド、ライブ配信始めていこうと思います。国際プロレスシリーズ1980年デビリッシュファイトシリーズの、第3回目になります。いつも通り、Twitch で配信しております。 Twitch アカウントフォロー、チャットコメント、ライブ視聴ぜひお願いします。Twitch、ライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この配信は2日後 YouTube にアップロードいたします。12日、21時からプレミア公開で、公開いたしますので、ぜひアクセスお願いします。チャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。YouTube マイチャンネル This Live Archive Upload Two Days After YouTube マイチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。 Twitch の、チャット欄にアドレス記載してます。ぜひアクセスの上、アカウントフォロー、リツイート、ツイートのいいねお願いします。ツイッター X マイアカウントフォロー&リツイート&グッドボタンプリーズ。では始めていきましょう。まずは1980年、11月10日ですね、富山県大垣市大会、大垣市体育館大会かな、大垣市じゃない、高岡市体育館大会だ。高岡市だ、大垣は岐阜県。米村天心ですね、旧米村勤務と、大山活蔵のシングルマッチとなります。大山活蔵は独立グレン隊、はい、ということで、行ってみましょう。20分一本勝負、米村勉対大山活蔵のシングルマッチです。さあ、両方ともストロングスタイルを象徴である黒タイツで上がっております。さあ、力のロックアップですね。サイドバスターです。大山活蔵、さあ、グランドヘッドロック、逆さ抑え込み。さあ、場外戦です。
あ、でもつけませんね、米村。そしてサイドバスター、多分この頃は結構未払い多かったんでしょうね。2カウント2、実は11月5日を最後に11月8日の新井大会を最後に、大木が上がらなくなってしまいましたね。まあ、病気のため欠場とは言っていたんですが、実はもうリングに上がらないということで、前日上がってインターを返上、アジア仮にアジアヘビー級をもらって、それを生涯自分のベルトとして持っていたそうですね。さてロープキック、ヘッドバット、カバーに行きます。 2.9、 おー、リハック、サイドベアハック、そしてドブキック、ヘッドバットです。カバーに行きます。2.9、 お、さあストンピング、さあまた美白だ、また美白、ブレーンバスター、大山が場外へ、さあ追っかけていきます。米村天心、それを大山が、だが上がらない、リバースで返す。場外戦続いております。戻ってきました、ドープキック、でブレーンバスターヒットワット、ブレーンバスター本当、スクラップバスターみたいな感じかな。上がらない、リバースへ返す、バック取ったがフライングメイヤー、本当丸め込んだ、ハンド2、ベハクだ、どうだ、決まったか、いやまだですね。あとかなり背中を痛めている大山、そしてブレーンバスター、カバーに行くか、行かないね。あとすかした、また場外持ってきました、起きて炙りだのベアハック、ここで大山、そしてバックドロップ、
抱え上げ式のバックドープかな。おっと、ベハク。さあ、これはどうだ？決まった。米村がベアハックで、パワーサッポーベアハックで大山を破りました。さあ、次がアニマル浜口対キラーカールクラップのシングルマッチとなります。30分かな。はい、行きましょう。アニマル浜口対キラーカールクラップのシングルマッチです。逆エビですね、浜口。カバーに行くが、シンクラッシャー。そして STF ですね。ブレーンバスシンクラッシャー。キックです。ドップキック。おっと、持ってこれるのか。あ、18でギリギリ持ってきました。
おっと、黒子駅、グレンクローダ。ヒットバット、川口。エルボー、カバーに行きます。カウント2。おお、また黒攻撃決まりました。浜口敗れる。クラップの顔面クローが、兄は浜口をマットに沈めました。さあ次はタクマチへ、少しお待ちください。さあ大木がいなくなったので、木村が再び一人エースとなっております。木村と井上。スピルノフ、プラタ。ですね、シーツではこちら両軍リグアウトとなっております。60分かな、まあ45分。行ってみましょう。ラッシャー木村、マイティ井上対アレックス・スミノフ、カルロス・プラタのタッグマッチです。まずは、木村とスミルノフが先発です。スミルノフ、プラタイタッチ、カバーに行きます。さあ井上タッチ、ダブルをブレンバスターを決めた。さあ戻します。井上とプラタ、さあスピードある者同士の戦いです。で再びブレンバスター、飛んだり跳ねたりできますからね、2人とも。おっと、チョップ合戦だ。プラタからスミノフにタッチ、首4の字で締め上げた上でスミノフに託します。さあ井上どうするか、ネックブリーカードロップ。井上も木村にタッチです。再び木村対スミノフ、ダブルダブルブレンバスターから井上グランドヘッドロック、これはいけません、戻らないと。さあ、ボストンクラブですね。さすがにプラタ止めに行きます。バックドロップ、突き、スミノフを後頭部が突き刺した。プラタにタッチ、
はい、今乗っております。だからダブルドロップキックは決まった。スピンオフプラタ組、さあチョップ合戦、ネックブリカードサイドバスター、そしてサイドバスターのお返しです。プラタ、そしてヒッテラリアット、当ててスミオフがカット、今度はプラタがカット、あプラタがホール、カウント2。さあこれでお互いタッチです。今度は井上対スミルオフになりました。さあこれはチョークが入っております。そしてブレーバスター上がらない、リバースでスミルオフ返す、価格は違いますからね。さあ井上どうする、ドロップキック、ヘッドバット、お丸め込んだ、カウント2。さあプラタイタッチ、井上も木村にタッチ、木村対プラタです。カバーに行くプラタ、ブルドキングヘッドロック、さあ井上が 2.9 惜しい、さあちょっと木村、あのプラタ倒れてる時間が長いが、ダブルアームスープレックス、高速ですねプラタ。プラタスミオフにタッチ、スミル木村も井上タッチ、バックドロップ井上、おっとサマソルトドロップ決まりました。お箱の、お箱の華やかな技。さあハーフボストンですね、木村がカットに行きます。パンチから、そして上がらない、リバースへ返す。さあこれ場外戦です。スミンオフが場外へ、いそといらしたぞスミンオフ、あっと額にヒッツ、これ、井上とスミンオフですからね。スミンオフ戻ってきました、そしてバックドロップ突き刺す。さあちょっとフラフラしているか、何をする、何をする、何もしない。ブロッキングとロック、木村とプラタ、今度はおっとこれはなんだ、バックブリーカーみたいな技ですね。ジャベメキシカンストレッチです。ブドッキングヘッドロック、木村通用中、お丸め込んだ。さあこちらはジュンですから、あカウント2、そしてバックドロップ、さあスミオフにタッチ、そしてダブルのブレーンバスターが決まった。木
村とスミレオフ何やっとスリーカウント一瞬のダッシングラリアット炸裂。木村スミオフからスリーカウントを奪いました。さあ、そしてですね、これで次が11月11日三重県四日市市大会となります。高杉正彦対カンスンヤンですね。20分。では行きましょう。高杉正彦対カンスンヤンのシングルマッチです。
さて、エルボーです。カバーに行きます。ハンスンヤンカウント2。さあ、足を持ちへ。キッチンシンク、持ってきました。ハーフボストンです。さあ、ボストンクラブ、そしてなんだこれ、フェイスバスターだ。ボディスラムかな。ネックブリカードロップ、カバーに行きます。 2.9、 そしてまたもあとパイルダイバーだった。カバーです。3カウント、高すぎ。カンスンヤ相手に貫禄の勝利。でもシーツではこれカンスンヤの方は勝ってたんだけど、ま、このゲーム内ではカンスン、高杉がカンスンヤを破りました。さあ次は、マイティーの上とアレックス・スミルノフのシングルマッチです。マイティーの上の格下げがひどくて、スミドフにあっさり前哨戦という形ですね、やられてしまってますね。30分かな。はい、では行きましょう。マイティーの上対アレックス・スミルノフのシングルマッチです。バット、ボディスラム、パンチを打ちます。サイドバスター、裏のヘッドロックです。バックドロップでしょうかね。ブレーンバスターです。ドバット、ネックブリーカードロップ、そしておっと、股関節技だ。スミオフ
誰が乱入？おっと、これはいけません。リング上は無法地帯。で、マスターバックドー、井上が痛めつけられます。おっと、腹を攻撃 2.9、 危ない。グリップですね。そして投げます。あーっと、急所攻撃、サイドスープレックス、おー痛いですね。さらにファイルドライバーカバーに行きます。スリーカウント、敗れてしまいました。マイティの上、さあ次はですね、カナミデスマッチとなります。なので場所を移動しまして、四日市大会、今の浜口とキラーカールクラップ、こちらの金網デスマッチとなります。では行きましょう。試合開始、
さあ、黒光駅。さあ、また黒光駅。早押し。さあ、バットを持っているぞ。決まってしまった。アニマル浜口キラーカールクラップの前に、金網沈んでしまいました。さあ、戻っていきましょう。これで、11日の開催は終わりだな。次は12日です。岐阜市大会となります。裏にして
アレックス・スミルノフ、キラカール・クラップ、となります。さあ行きましょう。マイティの上、ラッシャー木村対アレックス・スミノフ、キラーカール・クラップのタッグマッチです。おっと、金網に何やっとカウント
2.9。さあ、また黒光液。ソートドープ、スリーカウント、遅い。木村クラップを破りました。ブルドッキングヘッドロック、木村の得意技です。さあ、これで12日も終わり。これで、翌13日は、マッハ隼人、鳥取県倉吉市大会です。マッハ隼人対カルロス・プラタの試合ですね。では行きましょう。マッハ隼人対カルロス・プラタのシングルマッチです。さあ、これはルチャの戦いが繰り広げられるでしょうね。さあ、ビヨンの字。
お、まあプラタンを使うでしょうね。さあカバーに行きます。カウント1、バックドロップ。さあ足を攻めます。なかなか面白いなこれ。2.9。 あと2は失敗。そしてあ、さあこれはどうなる？テキサスクローバーホールド。おお。カウント2。カウント2。丸め込んだ。カウント2。ついお、2。
乱入してきた。おお、すごいな。釣り天井ですね。ということでロメオスペシャルですね。1時間ちょっとですか。もうちょっとだけちょっとやりましょう。そろそろ新しい選手も入れたいとこですが、マーティースカルか。あと、あ、そうですね、選手を作りたいとこですが、それからですね、ファイプロ土曜日か日曜日に、こちら、今深夜でやってきました、国際プロレス勢2人のイルミネーションマッチの、最終日を行います。もうほとんど、まあ、決着勝者 勝利チーム決まっているようなもんですけどね、まあ、消化試合となっちゃいますけど昼間にやろうと思ってますので、ぜひ昼間から夕方にやろうと思ってますので、よろしければぜひ見に来てください。あさってか、あさって土曜日か日曜日に行います。明日は、ウィーニングポ5日に一遍のウィーニングポスト92021です。2008年かな、2008年だったと思う。2008年の9年だった。2008年か。2008年の4月の開催。種付けもやればなと思います。さあ、やっぱりヒグマ生じ率パワーがすごいな。カウント2。
バックドロップ、2.9。お、落とした。カウント2。あっと上がれない。でもかなりボロボロしましたね、塩尻を。いずれこういう風にあのフリーで、バトルする、バトルしながら適当に離していく場所も作りたいですね。プロレスの話とかゲームの話とか。あ、なんだ？今手をやったよな。カウント1。
お、あーっと、ま、なんか、リングアウト多いな。戻ってこれませんでした。マティスカル。しゃあない、白百合をぶつけよう。くせ者ですよ。じゃあ行ってみましょう。で、これ、どうした？さあ、腕を取る。カタカタメ、カタカタメですね。
足を蹴ります。おっと、ドラゴンスクリュー。さあ、これはカウント1。あ、また場外戦長い。戻れる？戻ってきた。ちょっと危ない。さあこれは、お、お、なんだこれ、後ろから攻めている。おお、2.9 返した。いい試合になってるな。おっと、アームブリーカー、そしてゲドクラッチ。カウント1。なかなかしぶといな。お、さあカバーに行く。 2.9 逆に丸め込む。カウント2。サイドクラッチ。おっと、カバーにはいかない。おっと、グランドのクロスフェイスみたいな感じですね。そしてヘッドロック、形にはなってますね。腕を下ろしてるな、これで攻めてるよな。おっと、そして固める。カウント2。そして逆に投げる、蹴る、固め、うん、丸める。すごいな、動きがすごい。お、何何何何何、え、あ、数落とし。熱い戦いになってます。そして腕を取る、決まった。マーティースカルを白より、空破りました。かんぬき締めですね。熱い戦いでした。白
ょうのみゆき行ってみよう。お、落とす。バックエルボーです。もう一回バックエルボー。さあ、長いブレーンバスター。カウント2。
お、炒めてる。そしてノザナイトスープレックス 2.9。 スープレックス、固める 2.9。 お、手を痛めて、場外ですね。おっと、これはなんだ、すごいな、スーパープレイ。まただ。おっと、なんだこのフラミンゴ。そしてローリングエルボー。そしておっと、なんだったっけこれ。カウント2、粘ってますね塩野美雪。正統派女子プロレス。おっと、これはますますます、ジャイアントスイング回していきます。落とします。そしてラニアットカバーに行った。スリーカウント、塩野残念ながら、塩野は残念ながら敗れ去りました。行きましょう、総合の選手。
お、殴ります、殴ります。ショーカー殴ります。おー、パンチ。おー、え、滑った。お、後ろから。だからこれはプロレスルールでは許されない。殴る。そしてロープレッグはフットスタンプ。ブレーン、対空時間は長いブレーンバスター。パワーボム。カウント2。殴る。お、スイング式 DDT。 いや、多彩な技を持ってますね、マーティースカル。回し蹴りかな。これはでもダメでしょ。あ、いや、これはいいのか。どういうルールなんだ。お、殴る。ダッシュかけますかね。回し蹴り、そしてフットスタンプ。おお、すごい。さあ、攻め疲れもありますね。おっと、後ろからバックスリーパー。決まったか。決まりました。やってみよう。
カバーに行きます。おっと、釣り天井だ。ブレーンバスター場外で、そしてやっと、2.9。Thank you.ジャーマン、Thank you.しかも場外へ。
キック、トラスキック、ニー、パワーボーム 2.9。 カバーに行きます。3カウント、ケージパイルドライバー、もう一人で終わろう。どうしようかな。あ、面白いかもな、バイス。まあ、こっちもダイナマイトバイス行ってみるか。ね。あとルチャも行きたいけどな。
お？おお。頭を攻めますかね、頭首を。回り込んで、フェースロックです。さらに偏見をコブラ、おー、ピンジャーバックリーカーです。お、やっぱりファイプロは面白いな。おっと、フロントネックロック、スタンディングの。続いてグランドのグランドヒットロック、ブレ、体力時間の長いブレーンバスター場外へ、コースを取りながら場外へ。おっと、ここでフロントネックロック、戻っていきます。おっと、急所攻撃、落とす、カバーに行きます。 2.9、 おっと、マチン風車固め、 2.9、 ヘッドロック、そしてチンクラッシャー、蹴りです。もう一回、あっと、フロントネックロック、さあ耐えられるか、面白いなハイプロ、やっぱりバックドロップ、そして落とした、さあバックスイーパー、フロントネックロック、そして滞空時間の長いブレーンバスター、2をクラス、サイドバスター、クラッシャー、お、落とす、大技炸裂、カバーに行く、行かない、おお、ヘッドロック決まった、混戦になりましたが、お互いの強みを出した。最後は拷問ヘッドロックでダイナマイトバイスの試合評価 74%、 もっと高いと思うんだけどな。クリーンアンボとか強すぎるからな。ハングリーマンで行ってみるか。あんまりハードコア系のはやったことないからな。
お、早くも出血マーティースカルから。おっと、鎌攻撃サイドバスター新六です。まただ、また鎌攻撃。お、椅子。あと、いや、戻らないと。ラリアット。ヘッドバット。また場外へ。バット。まで攻撃。戻ってきました。とギリギリ戻るかヒヤヒヤしますね。お？ジャンピングパイルダイバー。カバーに行きます。カウント2。バスター、豚スネックブリーカーですね。動きがまだ終わらない。さすがに戻ってきます。ほんとヒヤヒヤしますね。毎度でラリアット、まただ。ミバスネックブリーカード。お、スダ。あーと決まってしまった。見事にあのハングリーマンの術中にはまってしまいました。マーティースカル、首つき首4の字か。どうがいえ。
おっと、ジャベです。お、軽快な動き。お、ドラゴンスリーパーですね。滞空時間長いブレンバスター。お、固めます。インクラッシャー、ロエルボーです。おっと、爆中キックですね、これ。おっと、脇固め。固めます。カートアーム、ラリアット固めていきますが 2.9 危ない。そしてケリートラスキーカバーに行きます。カート2、黄色くですね、これ。ローリング戦闘みたいな感じ。ん、なんだこれ。うわ、ボム、強烈なボム。なんだこれは。カンガルーキックで逃れるリチャードクトル。今度は爆中キック。すごいな。はじめか落とす。え？リバーススイーパーか。セカンドスリーパー。さあ、飛ぶか？追っかけていかない。そしてパイルドライバー、スムスト。お、何をする。あ、スイング式 DDT だ。いいです。で、パイルドライブ。さあ、ツームストーン。今度は、デスバレー？なんだろう、これ。お。そして、パワーボールです。カウント2。やり。お。おっと、出血です。これはアクシデントでしょう。お、ケリーの連打。カウンサポーかな。さあ、じゃあどうやって決めるのか。あ、腕を
攻めていったな今。ラリアット浴びせ倒しみたいな感じです。カバーに行きます。スリーカウント。マーティスカル、ルチアドクトロイ破りました。ということで、今回ここまでにしましょう。Twitch で配信を行いました。 Twitch のチャンネル登録ぜひお願いします。 Please Twitch My Account Follow Please。 この配信は YouTube で2日後、12日の21時頃にプレミア公開でアップロードしております。ぜひ見てください。 My YouTube チャンネルThis live archive upload 2 days after My YouTube チャンネル Subscribe and good button please。 そして、Twitter X アカウントございます。こちらのアカウントのフォロー、ツイートのリツイート、いいねもお願いします。TwitterX、My Account、Visit、and Account Follow、and Tweet、Retweet、and Good Button、Please。ということで、Fire Pro Wrestling World ライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。